まあいいや、行こう。今なら、この。いやー、いっぱい声してるわ。起きた起きた起きた。そうか、最初は寝てるんだな。で、こう、人に気づいて、あ、いた。人に気づいて、目を覚ますって感じか。やべ、なんかめちゃくちゃなんかなってない、これ。大丈夫？あ、死んだかも。間に合った？荷物がめっちゃ重たいっすね。石とか、捨てるか。ちょっか、あの、修理だけしちゃおう、先に。石捨てて、木もめっちゃ持ってるから、これ重たいよね、多分ね。これ木も捨てちゃおう。それぐらいかな。そうだな。なんか、何でもかんでも全部拾うんじゃなくて、まあ、いらないものは拾わないっていうのもありだよね。よし。第一関門クリアか？そのドアと、こっち側はどうだ？ああ、足音してるね。行きますか。ここにもいるよね、絶対。さあ、あ、いないわ。お、なんだこれ。ガソリン。あ、いた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 。あ、ちょっと待って。おいおい、やばい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 。これ、血出てるわ。血出てる。大丈夫か。うわー、なんかめちゃめちゃ音してるんだけど。有刺鉄線めっちゃ痛いんだな。この上か。絶対これいるだろう。うわー、待って、これブロック作戦か。いたわ。ブロックを置いて、え、こっち来て、こっち。どこにいる？なんか、変なとこ行っちゃったか。あそこにいたわ。あ、レイディー？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 レイディー、こっち、こっちおいで。ちょっとあんた、服がどうなっちゃうんだ、それ。大丈夫か？あららららら。燃える投稿になってる。よし。で、次、後ろがうるさいな。この向こうだな。待って、先に。うおー、びっくりした。ああ、びっくりした。あーもう、壁からこんにちはしてきやがった。誰だよ、かくれんぼしてるやつ。あ、これ近いな、近いな、近いな。二人まとめてはめんどくさいぞ。ああ、これさ、7日目になってさ、いっぱい敵が襲ってくるときになってさ、こんな、1体2体って話じゃないよね、多分。やばいな、対応できるんかな。今さ、基本的に戦うときさ、こう1対1みたいな形でやってるんだけど、そんな10体20体とか来ちゃったらさ、こっちは戦う術がない。何かこう、こういうさ、燃やしたりさ、例えばグレとかみたいなとかね。いや、これ強い、これ。よかった、これ手に入れて。これならレンジャーステーション行ってもいいかもな。大したもんないな。なんかさ、あの、調理とかに使える道具とかまたないかな。はい、わかったわかったわかった。そっち行きますから、今行きますよ。じゃあ開けますよ。はい、どうぞと。どこにいるのかな？どこ？上か。なんか、上だな。ん？何の音これ？何これ？なんか、え？なんか飛行機かなんか来てない？ブーンって言ってた今。え？あ、出てる出てる。クレートが降ってくるんだ。救援物資みたいな。308。いていていて、何これ。あー、またやっちゃったわ。え？ちょ、待て待て待て。先に、まずこの家をやってからにするか。あ、上にいるわ。さすが届かない。降りてくるかな？
降りてくるね。ここでやる。これね、床が抜けるの気をつけないとね。会いたーい。もう一体いるか、これ。あー、いた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 。気持ちいい。あ、死んだわ、これ。くそ、せっかくここまで生き延びたのに。ここで死にたくないな。あ、足早いかも。体力、スタミナがない。やべえ。痛い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 。やばいやばいやばい。あ、死ぬわ。あ、気持ちいい。あ、クソ、油断した。めっちゃ食ってる、めっちゃ食ってる。よし、バックパック近くで湧いた。ここですね。じゃあ、まずあれ回収して、結構進んだよね。これ、さあ、こっから行かないとダメなのかな。多分そうだね。ちゃんとこれ、こういうダンジョンっぽくなってるのが面白いな。ね。こう行って、こう行ってみたいな。あ、これもか。あらまあ、こんなところに。でもね、歯切れぐらいしかないっていう。ですね。で、ここは見たでしょ？外にもいるね。これ見たか？あ、何？トイレも見られる。お、うわ。生々しい。鬼？なんだ、医療用キャビネットって書いてあったから薬があるかと思ったけど。これも、あ、これダメなんだ。で、これ行ったよね。これ行って、あった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 。あれ？さっきのゾンビたちどこ行った？釘。こんなとこにカバン、バッグが。金。よし、いいよ。で、ここ行きまして。あれ、上、あれ、いるよね？君？それ、死んだふり、だよね。絶対そうなんだよね。寝たふりしてたわ。これ、さすがにもうショットガンでぶっ放しちゃう？ショットガン、ショットガン行く？ショットガン。やばいな、また追い込まれちゃったな、ここ。はい、まとめて。2名様、ご案内か？やばい、また来た、また来た、また来た。間に合うか、リロード間に合うか、間に合うか、間に合うか。うえーって、入れ替えて、ダメージはかなり入ってるよ。ワンダウンしてるからね。はい、これでもう君は焦点かな。よし、オッケー。さあ、まだ声がしている。どこにいる？とりあえず、この床が抜けるんだっけ？なんか危なそうだから。どこにいるんだ？この上にいる？あ、びっくりした。なーにー、こんにちは。上から降ってきた。こんにちは。あ、君は、あれか。外から来た人かな。この家の住人じゃなくて？ワンダウンからの。はい。はい。はい、オッケー。よし。よし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 。で、あー、なにー、なんだこれ。なんだこれ、どういうところが床が抜けるの？こういうのだよね、多分ね。よし。あー、これさ、なんかダンジョンの一番奥に、こういう貨物クレートがあるみたいな風なのかな？構造的に。で、お宝が出ると。農業。で、やったー！梨の缶詰と卵。卵も美味しいよね。何これ、渋滞改造パーツ。オーケー、いいじゃないっすか。包帯念のため持っておいてと。だね。じゃがいもの種やったぜ。おー、ハンマーのパーツ。いや、これも当たりじゃん、多分。ああ、もう、また落ちちゃった。
そうだな、やはりこうやっていろいろ家を見ていくのが間違いなく最初やんなきゃいけないことだな、これですね。 OK、 じゃあね、ここはなんかもう良さそうだな。この上も気になるっちゃなるんだけど、まあ多分いいでしょう。もう見たかな。だね。この屋根の上に上がってみる？これさ、こういうブロックとか置いていけないのかな？あ、なんかこれもう一個あったらいけそうだな。木がない。こういうとこで、ははは。あ、すごい。これさ、こういう建物って壊せるんだ。じゃあ、積み上げて、マイクラみたいにこんなことできるよね。来た。これ何これ。素材が違う、ここだけ。いや、でも待機一緒だな。はい。うわ、これめっちゃ耐久高い。あ、これは低い。ちょっとこれだけ壊してみるか、気になるから。石が手に入ってるだけ？そうだな。オッケー。上に上がってきたけど特に何もないね。これ屋根裏じゃないわ。さっきの裏のところバックスヤードで。これだけか。よし。あ、あれ見に行ってみます？そういえば。忘れてた。300、結構あるな。このね、この湖の周りの家、よく見ていきたい気はあるんだけど、あれ、でもどうなんだろう。300メートルでしょう。目の前にさ、崖があるんだけど、行けるんかな？あの崖の向こうなのか？今ね、時刻15時か。ちょっと行ってみたい気もするけど、これを超えるのかな？回り込めるんだろうか？どうなんだろう？ここだよね。これどうですかね。この山が、ここ上がってく、どっちから回り込むんだろう。向こうから行ってみる？向こうから行ってみるか。正面から何かお一人様歩いてきてるんだけど、これもう無視でいいでしょう。まずい。重量がいっぱいすぎて、足が遅い。お、こんにちは。こういう家よね。あ、これほら。これドクロ3だよね。来たー。レンジャー、アーチェリー。使用。まあ、さすがにこの家を見るのはやめるか。あれを拾いに行こうよ、まず。で、こういう家。あ、トウモロコシ？これ。繊維しか手に入ってない。これ手で拾った方がいいのか？繊維だけだな。これどうだろう。この先、まだかなり回り込まなきゃいけないっぽいね。さあ、ひたすらね、この道をまっすぐ進んできてるんですが、左側のね、崖が相変わらず。もうでも、この辺りから行けそうではあるが、それね、あ、ははーん。通り沿いに建物が結構あるんだね。いやー、最初に自分が構えたあの家に比べてさ、これ立派なとこあるね。引っ越ししようかな。これいいね。これなんだろう、ここ。なんかクラブみたいだな、これ。街だな。いやー、漁りたいとこいっぱいあるな。なんですが、あれ見に行こうよ、あれあれ。あれが一番気になってるから。この山道行ってみるか。あ、山の中にこんな立派な小屋みたいな、ありますね。あらまあ。いやー、これでも、この中にも間違いなく、ああ、これね。キャビンだって。この中にも絶対いるでしょ。まあ、後で来よう。
190m にはなったんだけど、あれ？これルートがわかんないな。どこに落ちたんだろうね。あれ山の、この山の上ってこと？これ歩いていけるのか？あ、ショットガンパーツ。ショットガンでももう持ってるけどな。ちょっと待ってください。これ山のめっちゃ上のとこじゃないの？これ大丈夫かな？もうでもね、あと100メートルぐらいになってきた。結構険しい道ですが、行けるんかな？これ、ね、登ってるね、一応。ああ、そうだね。これ、この供給品クレートがさ、たまたま今回その山の上に落ちたのか、それともある程度ね、そのポイントが決まってるのかによっちゃ話変わってくるんだけど、これもしポイントが決まってるんだったらさ、大変な場所ですね、ここ。やべ、めっちゃ登ってきた。あー、危ない危ない。さすがにこれいけるか。なんかジャンプしてたらいけるんだけど、スタミナがないわ。あー、落ちてく落ちてく落ちてく。スタミナ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 。待って、早く行かないとさ、なんかあれなくなっちゃいそうなんだけど。ジャンプでね、無理やり登ってる。身体能力高。おーおー、すっごいとこ来た。あー、これ雪エリアってこと？こっち側。あ、こんなとこに引っかかってん。これ大丈夫かな？落下ダメージ。あ、いけるわ。何が出た？静音コネクターパネル。お、水だ！トウモロコシ！ハンマー！ありがとうございます。拾いないよ、もう。なんか捨てるか。何捨てる？これいらないでしょ、こんなの。なんか当たったわ。やった、水だ。神よ、ありがとう。恵みの水だぜ。でさ、これ何？クラフトスキル、雑誌バンドル。これちょっと後でやろうか。これ荷物いっぱいだからな。かぼちゃの種とかも何気に持ってて、ハンマーパーツ？ハンマーパーツってさ、ハンマーと斧は違うのか？あ、これ違うっぽいな。ショットガンパーツ。ショットガンのパーツ。あ、これも違うね。これはショットガンを作るためのってやつかな。じゃあ。これは、なんか銃のなんとかかんとか。リロード速度が 15% 上昇する。あ、これじゃねえか。これショットガンに入れたらどうなる？これに。違うんだ。ショットガンじゃないんだ。ハンドガンかな、じゃあ。まあいいや、ちょっとここでやるのはさ、やめよう。なんか、物をなくしたら嫌だし。ああ、すっごい、ここ、でも来てよかったかも。なぜなら、ちょっと待ってください。ここさ、大体のさ、何がどこにあるかってこれ分かるって話？もしかして。ね、拠点、実家がね、どっから来たっけ、もう。ですね、あ、これか。だからこの方角か。いやー、かなり来たね。ここだよ、実家多分。あ、違うか。あ、違うな。これトレーダーハウスか。いや、違うな。実家ここだ。トレーダーハウスこれだ。だからあっちの方だよね。ってことはあっちの方で、でこれがこれ北だね。北にさ、うわ、あそこでっかい町みたいになるわ。あとそこにも何かあるね。雪エリアか。寒いところってなんとなく、今まで我々が暮らしていた森林とかよりもバイオームの難易度的には高いようなイメージなんだけど、これ山を越えちゃったことによってこっち来るの大変、戻るの大変になるのかな。足を伸ばしたい気もするんだけど、一旦湖の方戻るか。この辺りをね、もう少し見て回ってからの方がいいような。ただね、ゆっくりもしてられないって話だよね。あーはあ、そうですね。だからゆくゆくはさ、ここをすべて見て回りたいって話なんですが、
とりあえず今はどうするかって感じ。なんか雪の方行ってみたい気もするけど、まずは手前からやはり見ていった方が良さそうなんで、ちょっとね、ここね、厳しいけど、こっち側に、ここを降りて、さっきのあの通りのね、なんか、街も良かったな。ただ、アクセスが険しいね、こっちの方。あ、またレイディーがいるわ。こんなところで何やってんの君。迷ったんかな。こんな山のど真ん中で君は何をしてるんだ。まさかよからぬことを考えていたんじゃあるまいな。あ、彼氏いたわ。ごめん、一人じゃなかったんだ。なんだ、ごめんね。仲良くあの世に行ってくれ。ていうかゾンビってさ、一度あの世に行ってからゾンビになってるんじゃないの。わかんないけど、よくさ、ゾンビ、あ、ゾンビ死んだかとかって普通に言ってるんだけどさ、ゾンビってもともと死んでないかみたいだね。そんな気もするんだけど。あー、これ山、あ、ここあれだ、あ、さっき見たとこだ、さっき通ったとこだ、ここ。うん、あ、ということはこの斜面も登れるんかな、これ。今降りてきてるけど、無理やり。ほら、あそこにでかい家があるでしょ。そうですね、湖の方に戻るか。うん、え、湖の方に戻って、で、荷物も多くなっちゃったし、まあ、実家に帰る方向で行きましょうか。これ落下ダメージとか気をつけたいところではあるが、大丈夫か。大丈夫でした。はい、山下ってきましたよと。荷物が重たいからな。一旦帰るのありだな。ショートカットできるね、こっちから行けば。あ、これ抜ければショートカットだ。この森抜けちゃえばいいのか。相当重たい、今。この重たさで夜になっちゃったら、無理なんで、追いつかれちゃうわ。オッケー。やべえ、もうこれさ、待ってよ、次の夜終わったらもう5日目ってことでしょ。あと5、6、7ってことで、7日目の備え何もしないし、多分装備が今ヘボすぎるよね。ただ考え方としてさ、今レベルがまだ4だから、死んでも何も特にその問題もないからさ、死にまくって耐えるっていうのもありなのかな。いや、なんかめっちゃかっこいいさ、あの迎撃拠点とかね、そういうのを準備が間に合えばね、そういうのもやってみたいんだけどさ、どうなんでしょうね。